以前、緑美高等学校の一岡山県立備前緑美高等学校は、岡山県備前市西片神にある公立の高等学校である。通称は、緑王。当校は2003年に、岡山県東部の東備地域において少子化の影響で、生徒数が減少していた、岡山県立備前高等学校と、岡山県立備前東高等学校を統合し、誕生した。 県立の総合学科高校である。二学期制、多ウ位制を採用し、総合学科として普通科科目から商業科、工業科、家庭科などの実業系科目まで幅広い講座を設けている。人文社会系列、自然科学系列、総合技術系列、健康福祉系列、伝統工芸系列の5系列に分かれており、生徒は2年次進級時までに選択する。また、 国公立大学や医療系専門学校への進学を目指す生徒のために特別進学コースを設置している。その他、生徒に対し部活動への積極的加入を促している。なお、当校の敷地は岡山県立備前高等学校のものを継承しており、備前市立片上高等学校が併設されている。校訓のほかに自己発見、 自己実現をスローガンに掲げている。教育方針として以下を掲げている。社会人として身につけておくべき規律や態度を育てるため、緑比、スタンダードと称した校内ガイドラインが策定されている。また、国公立大学、医療系専門学校への進学に対応した特別進学コースを設け、2年次から数学、英語の授業において、 特別クラスを編成している。さらに、土曜日補修授業や、放課後特別補修、外部講師による特別授業などの取り組みを行っている。備前焼で有名な備前市の地域性を踏まえた、伝統工芸系列が設けられているなど、特徴的な教育が実施されている。ここでは、登校創立にあたり、母体となった岡山県立備前高等学校及び、 岡山県立備前東高等学校の遠隔を含めて記す。アーチェリー部やボート部、レスリング部などが中国地区大会、全国高等学校総合体育大会をはじめとした全国大会に出場を果たしている。また、溶接部も中国地区大会に出場している。運動部文化武道公会、ありがとうございます。